テテポペ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 ポポポポ。ようこそ。出たー。再びお目にかかりましたな。いや、お久しぶりですよ。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。いつも思うんだけどさ、ベルベットルームの人さ、なんか言い方が回りくどすぎて何言ってるか分かんないんだよな、私の学力じゃ。いや、これ毎回思ってることなんだけど、私の読解力に合わせてほしい、マジで。なんか意識高い IT 企業の社長ぐらい何言ってるか分かんないもん。アニメーションだ。こんばんは。今日は私、天城ゆき子がナンパ、逆難に挑戦してみたいと思います。題して、やらせなし突撃逆難、ゆき子姫の白馬の王子様探し。まっちゃん本気、見えないとこまで勝負しよう、ハートみたいなね。え、もう私用のホストクラブをぶっ立てるぐらいの意気込みで、じゃあ行ってきます。解釈違いでゲロ吐きそうなんだけど。え、無理は、え、あれはユキコじゃねえから、俺のユキコじゃねえから。あれは里中。赤が似合うねって知恵だけが言ってくれた。ユキコには赤が似合うね。あら、知恵だけが私に意味をくれた。うわ、知恵は明るくて強くて何でもできて、私にないものを全部持ってる。知恵は私を守ってくれる。何の価値もない私を、優しい知恵。ユキコ、私優しい知恵だってさ、笑える。おい、待ってくれ、もうもう待ってくれよ、待ってお願い、待って、もう無理。あれってまさか。ユキコってば美人で色白で女らしくて、男子なんかいっつもチヤホヤしてる。そのユキコが時々私を卑屈な目で見てくる。それがたまんなく嬉しかった。ほわー。いや捉え方変えたらちょっと思うより無理か。誰かこいつをお願い。てか、ちょっとスカートを履くのをやめてほしいな、ドキドキしちゃうからさ。え、スパッツ履いててもさ、なんかスカートの中がちょっと見えるかもしれないっていうのがちょっとあれじゃない？階段見っけ。ねえ、先進まない？てか、なんで知ってんのみんな。え、みんな、え、なんでした？あ、みんな、え、マジか、みんなそういう人だったんだ。はぁ、なるほどね。あ、みんなそんな感じの人なんだ。どうしよっかな。まあ、でも後で引き出せるか。なんでポーズこんなおもろい。また飛ばしちゃった。省エネのチューチュートレインやめれる？